都内でフリーランス美容師をしています山崎です。よろしくお願いします。仙台のリアンでやってます畠山です。大阪、シャルデッサの黒木です。どうぞよろしくお願いします。大阪の心斎橋ドールヘアの南圭太です。よろしくお願いします。名古屋のインビテーションというサロンで美容師してます。三好です。神戸クリークの大城俊也です。よろしくお願いします。埼玉パティナで美容師してます江田村陣です。よろしくお願いします。教育サロンで今後どういうこう一手が入ってくるのかっていうのが、まあ、僕も教育コンテンツ発信させていただいてるんですごくこう気になるというか、スタイリストになりました、それまでで、ね、こう育ててもらってスタイリストになりました、そこそこやれるようになりました、本当はそれでね、次を育てていくポジションになるはずなのに、なんかそっち行った方が稼げるやんってなってそっちに行きますそしたらじゃあそこのサロンに次を育てていくはずの人がいなくなるわけですよね、うん、今の美容業界、これからの美容業界の教育がやばいんじゃないかって思ってて、うん、それをなんとかするためにそれをなんとかする、まあ、給料まあ 20〜30万もらって、まあ、自分のペースでやりたい美容師さんもいれば、まあ、ママさん美容師さんがいて、まあ、子供がいるからまあ生活のためにやってる人もいるし、僕はもう典型的にもうめちゃめちゃ向上心の塊の人間なんで、なんかもう売り上げ上がれなかったらもうめっちゃ僕はレッスンするし、結構努力はするんですよね。でこう自分がそれがすごいと思ってはないんですけれども、例えばなんかこう伸びの話って、まあ、売り上げが上がってなくてこう、まあ、悩んでるんです、こういう数字が上げれなくてこういうのが苦手なんでって言って、じゃあ練習してんのってなった時に、まあしてるっていうのは並程度なんですけれども、なんか僕もある程度売り上げがあって、まあ、セミナーさせてもらってインスタの講師も毎日して、でもある程度行ってる人間って言ったらちょっとおこがましいんですけど、まあ、ちょっとだけこう結果出てる人間がいて、でその人間よりも努力せえへんかったらもう絶対に追いつかへんのに、なんかそういうしょうもないことはもう俺に言うな、僕は結構言うんですよ。やりたいんだったら、上手くなりたいんだったらもう絶対に努力したらいいし、なんかこう聞くのが別に恥じゃないと思うんですよね。努力をできる人間って結構限られてて、なんかそれをなんか自分が客観的にこう気づけることが僕は一番かなと思ってるんで、なんかこう本当に行動しなくて、まあ、口だけこうすごい意識高いことを言ってても行動ができない人間っていうのは、まあ、ちょっとやばいのかなっていうのがやっぱありますね。やばいって気づけないことがやばいっていうのはありますよね。だからいろんな形があっていいと思うんですよ、うん、ただその言葉言うんだったらやれよと思うんですよ、うん、ハイライト上手くなりたいとか、うちの店じゃないですよハイライトやりたい、上手くなりたいっていうんだったらじゃあレッスンしてやって、でセミナー行って、でオンラインもいっぱいあるんだったら学べよ、なんかやってるの、でもまっすぐ帰る、おうおう何してんのみたいな、それやったらもうそういうことも言わん方がいいよっていうのは僕は結構あるんで、今の話なんかすごく気持ちよかったって全員そうなんですよ。やっぱ結果出したいっていう子の方がやっぱアグレッシブやし、出してる子の方が気をつけてるんですね。そうなんですよね。出してない子っていうのはすごい口では言うっていう、やばいでって言っても別になんかそれがやばいですっていうのを思わないですね、本人ね。本人が決めてることなんで、なんか僕からしたらですけど、あ、この子結果出るな、この子結果出えへんなっていうのは明らかに分かってきますよね。分かります、分かります、はい、でちゃんと結果出てますしってなるんですよね。でそういう子ってこういう勉強の仕方ってどうしたらいいんですかとか、例えば、うんうん、で僕的に業界でやばいと思ってることは、メーカーディーラーよりも美容師さんの平均年収の方がクソ安いっていうのがやばいと思ってます。うん、あれと思わないですか、うん、どうなってんのって。だいたいさんなんかもう倍ですよ、名前を出すなそれがやばいと思ってます。それをなんとかするのが俺たちやべんじゃんそのためにで、まあ、一般的には健吾さんってなんかこうね、バズり系みたいな印象がもしかしたら皆さんあるかもしれないですけど、何が言いたいかっていうと、やっぱりやってるんですよね。実力もちゃんとあるし、の結構褒めてるの気持ちよかった。僕らが、まあ、例えば黒木さんとか僕とか40とか、ね、30半ばぐらいの美容師さんたちってギリギリ
鬼のように練習、トレーニング、まあ、いろんなことをやってきた世代なのかなと。で、その中でも特にやってた人たちだなと僕は感じてるんですけど、なんかこう、やばいなと思うのは、そんな僕らですら毎日切磋琢磨して、今でももっと上手くなろう、もっとやろうと思って自分たちの時間を自分の、技術向上だったり、まあ、いろんな人のために役に立つっていうところに、費やしてるんですけど、そうなりたいなと思ってる人たちが僕ら以上にそこに費やしてるのかなって。なりたいと思ってるんだったら最低でも僕らぐらいやらないと絶対に僕はなれないと思ってるので、本当に世の中から必要とされる、本当にお客さんから同じ業界の美容師さんから必要とされる本物の技術っていうものを身につけるためには絶対的な時間と労力と努力、継続っていうのが絶対必要。でもそのことに気がついてる人たちがやっぱり少ないなって思うのがやばいなって。どっち？こっち。こっち。一番。もうなんだろう。あ、美容師の教育どう変えていく？これ杉浦さん言いたいんじゃない？最初に。売り上げを上げていく、カリスマ美容師になるか、自分でお店を出して、そのお店をこうなんか大きくしていったり成功させていく。もうなんかこのどっちかしかないよみたいな。このどっちかもしくは両方を成功させた人が、まあ、教えてったりもするよみたいな、セミナーの依頼とかこういう人にしか来ないしみたいな、そういう文化がずっとあったと思うんですよね。有名店に所属してるとかなんとか、カリスマ美容師になりたいとか、自分でお店出して成功させたいみたいな感じで、自分も講師やりたい、教育やりたいっていう人が増えてほしいんですよ。だからこうアベンジャーズとか見て自分もアベンジャーズみたいになりたいとか、その教育っていうジャンルにもっと憧れというかね、そういう成功の形っていうのができてきたら、そのジャンルだけじゃなくて美容業界全体が良くなっていくと。そのためにでもさ、住吉さんが前言ってたのなんか、教育がボランティアっぽいみたいな話だったじゃん、うん、で、まあ、けどそれ確かにそうだし、なんか入ってきた子たちに教えていくのもそうだしっていうのもあって、うん、でもなんかそれを結局今うちらは教育をマネタイズできてるわけじゃないですか。それをなんか他にも発信してマネタイズしてるし、まあ、それは多分サロンでやることによって多分、でも多分外でできるけど、教育をサロン内でやった時にそのやってくれてる人に対してのマネタイズって多分オーナーがしていかなきゃいけないのかなとかも思うし、多分そういうのが得意な子だったらそういう子に任せるような教育の仕方を多分サロンとしても作らなきゃいけないし、まあ、外に発信したい人もこれから増やしていくっていう、多分その両方は絶対的に必要な気がするんですけどね。けどでもゆくゆくなんですけど、その美容業界のまあいろんなコストがあると思うんですけど、集客とか求人とか、でも教育コストってでかいじゃないですか。サロンでもこう教育者がいて、その人たちが教えてる分の時間とかって、まあ、お金に変わるわけじゃないですか。だからそこのこう教育コストで、なおかつその無駄なものって絶対あるはずなんですよ。こんだけ美容室あるけど、だいたい0から80点までのこうマニュアルって一緒だったりするじゃないですか。まあ01というか基礎の部分って、そこまでサロンごとに大きな違いはないと思うんですよ。それだったら一括で管理できるものがあればそこのコスト下げられるんで、その分スタッフに還元できたり会社の発展にこう使えたりすると思うので、なんだろう、この無駄を省くというか、その無駄を省いた分をさらにこう還元して、業界として発展していけるのがいいんじゃないかなとすごい最近思ってます。新しいですね、そういう風に、本当に形になっていけばいいところ、はい、そのスタイリストの学校じゃないですか、そうです、スタイリストになってからの学校、スタイリストになってからすごい努力する人すごい少ないんですよ、うん、もう毎日お客さん入って、僕はあのお客さんで勉強してるみたいな感覚で、ね、それじゃダメじゃないですか、うん、だそこの上をなんかもしかしたらですけど窓口がちゃんとあって、うん、その中にスキルアップができて、うん、そこに対して
絶対入ってきた時にすごい奴らが出てくるわけじゃないですか。うん、学校行ってもなんか大した勉強できないじゃないですか。そうそう、できない。国家試験受かるための学校生出身だったら、現場出た時に頭ぶつけて辞める人がほとんどと、90何パーやめるでしょ今。若い世代の人たちが少なくなってるっていうのは辞めすぎないと思うんですよ。そうですね、確かに。そうそう、若い世代の人たちを育てられるような教育機関を最初に作っとけばいいんじゃないのっていうところになりますよね。うん、やる気がある人って勝手にそれこそのオンラインサロンとか入ってもう自分でメキメキ伸びていくじゃないですか。どっちかっていうと業界のボトムアップに必要なもの、そうなれない人たちのこう安定した教育だと思うんですよね。自分通信だったんですよ。だから専門学校行ってないんで、で行かなかったのってあの2年間無駄だなと思ってたんですよ。だから国家試験の勉強するだけになんであの2年間を使わなきゃいけないのって思って、だったらもうサロンに入ってもう技術を覚えてった方がもう絶対自分の身のためになるじゃんと思って、学校の在り方も変えなきゃいけないっていうか、そのまあさっき健吾が言ったようなその根本の下の部分ですよね。でもこうオンラインとかで見て勉強する人って実際多分これ一般市場もそうなんですけど、オンラインの有料で勉強する人って 10% ぐらいって言われるんですよ。でってことは美容業界も同じじゃないですか、それって地上的な感覚で言うと。ってなると本当にその 10% の勉強できる環境だけうちらが作ればいいのかって言ったら多分違うと思うんですよね。そこをやって考えたらその有料の下にもっと多分その教育的な部分でもっとこう根本に対して変えていかなきゃいけない部分を多分うちら自体ももっと考えていかなきゃいけないなっていうのはすごい最近思ってて、だから高くすればいいわけでもなく、高くする部分っていうのはどっちかというとその大学院に行きたい人とかでいいと思うんですよ。本当に深く学びたい人じゃなくて、お金とか時間がないけど、まあ、何かのきっかけで学びたいとか変わりたいと思うようなきっかけ作りのできる場所をうちらはもっと提供していこうかなっていうのは自分はすごい思ってます。なんか極端だけど月額300円とかでさ、3万人ぐらい入ったらいいんじゃない。そうそう、ある意味美容師がなんかこう全員見れるような感じぐらいのものをなんかこううちらで作っていっても面白いかなと思ったんですよ。学びたい人って300円でも5000円でも変わらないと思うんですよ。逆にその学びたくないわけじゃないかもしれないけど、そこまでハイペースでやれない人って、例えば300円でも入っても見ないとか、300円でも払いたくないっていう人もいると思う。だからなんか仕組みとしてなんかそういうのがあればですけど、とりあえずスタイリストになったらじゃあ半年間ここのスクール行って、そしたらもうバリバリできるよ。それいいよね、はい、アカデミーだよね。あ、そうです、ね、自分思うんですけど、クルクさんとか畠山さんってやっぱこうサロンでアシスタントが同じ仕事をちゃんとできるじゃないですか。まあ、土屋さんもそうです。だからこれってちゃんとこう教育ができてるんだろうなっていう、なんか1年目とか2年目の子を連れてきて同じ仕事をこの人数の中でやったりとかするわけじゃないですか。それをなんか堂々とできるアシスタントをちゃんとこう育てるっていうのはサロンワーク中から気をつけてないとできないことだと思うし、だからそれはなんか見ててすごいなと思いました。上の人がね、こんなんだったらこんなんなりたいって思いますよ。冷静に考えるとすごいですよね。いや普通にいや何十年ものの技術を 1,2 年の子たちが再現できてるんですよ。確かに、その頃は僕らになった時にどうなのかなって楽しみだよね。僕たち 1,2 年目の時ってポンコツでしょ。どうやってサボる、どうやってサボるかしか。やばいやばい、マニキュア入荷してたからね。行っちゃってる人とこうなんか行けてない人の両極端がすごいから、その狭間をどう埋めていくかもある意味うちらの仕事なのかなっていう気もするし、まあ、役割ですよね、まあ、言うたら そこにちゃんと僕らがこう突破できた道に道をちゃんと補正して通りやすくして、でよりこう快適に通ってもらうようにするっていうのはなんかすごい役割です。3 メジャーズで目指すものということで、じゃあ僕個人としてはやっぱ教育を変えていきたいっていうのがあるんで、あいつら今全米ツアー回ってるから1ヶ月帰ってこないよ。美容師さんがみんな目標にしてくれるような一つのモデルになるっていうか、新しいロールモデル作ってる感じはありますね。